車でもなんかテストしたいっていうことなんで。でもわざわざ見てよ、050も入ってきたんだよ俺サーキット走る。この間使った、この間燃えた時のタイヤね。しかもこれ GS ですもんね。 GS でブレーキパッドも CCRG に前後変えてきました、はい、これ一応ドリシャのまんま、あのキャンバーも7度半とかついてる4号機ってやつですよね。そう4号機ね。アライメントは取り直したんですか？全然もうドリシャですね。めんどくせえからドリシャのまま。あの S タイヤとグリップ用のパッドがくっついたドリシャですね。 それで俺の目標タイムが今日は3秒台。3秒で3秒9までに入ればいいかなってことですね。そうそうそう、3秒台入ったんだってお前より早いじゃん。そんなことないです。そんなことはないです。いやいや、だって羽もこれだからな。あ、GT リングじゃないですもんね。 GT リングつけたら1秒入るんですよ。そしたらお前と変わんねえじゃない。一緒ですね。一緒です。こんなふざけた仕様で、これほらジュンジュンが来週走らせるから、あ、それのテストも兼ねてですね。温存しとかなきゃいけない。あそこにファーストガレージが来てる。火曜日の筑波サーキットの割になんかいろんな人来てるね。そうですね、なんかさっき2000の方に GTR いっぱいいましたね。 GTR いたよね。なんか S 帯の GTR もいたもんね。はい、ということでですね、今日はわざわざウィークデーの火曜日、週の始まりのヤシオファクトリーの社長を捕まえて、HKS がなんか走らせてくれるっていうね。うるさいね、HKS ね。トラストにしようかな、もう。トラストは嫌だ。ちょっと本社のやつちゃんと見てるか、お前。一生懸命俺、HKS のために働いてんだからよ。分かってるだろうな。ということで。オープニングです。はい。はい。
どうぞ。はい、うちの車で4号機ですこれ、昨日ドリフト仕様から日曜日の夜かバーベキューが終わってパッドとタイヤだけ変えてきたそのまんまです。さすがにドリフトの場合はフロントが30段のうちの15段戻し、後ろも15段戻しなので、さすがにちょっと筑波サーキット走るには柔らかすぎました。もうブレーキでフラフラしちゃって、最終コーナーの突っ込みも羽がない割には結構いけるはずなんだけど、なんかフラフラでいけなかったんですけど、タイム的には3秒1が出ました。早くね。早いですね。これ減衰変えるだけでもって2秒半ばぐらいいっちゃうんですか。もっといっちゃうかも。もっといっちゃう。もう跳ねつけたら1秒余裕ですね。だとしたらこれ別にさ、あのヒーターとかついてるからね。あ、エアコンとか。エアコンはついてないけど。あ、暖房は出るんですね。ヒーターついてるし、中もカーペットついてるし、はい、で羽もついてないし、はい、早いね。まあ、ほぼユーザーカーみたいな感じですよね。そうそうそう。あとエアコンがついてるかついてないかだけですよね。ちょっとだけ減衰やっぱちょっと硬くすれば、まあ2秒3とかそうすると車対応と大して変わんないじゃん。変わんないですね。お前ベスト何秒？1秒4。 GT イングつけちゃえばそのぐらい出るな。はいはいはい。やっぱり86日本最大の HKS パーツメーカー、日本で一番小さいと言っても過言ではない。小さくはないか。工場の広さは昔と違ってちょっとでかいから、はいはいはい、でも弱小シルビア貧乏ショップ、車の違いが出ちゃったな。ということで今日の企画は、俺が吊るしの車を何秒で乗れるかっていう企画で、86の方は谷口信輝が出した58秒4だか5だかに、1秒ちょっと遅れちゃったんですけど、こっちの86は59秒3か4でした。こっちは3秒1っていうベストが出たんで、まあ今日月初だよね、まだね。そうですね、4日です。月初なんで、そんなに仕事もその追っかけられてるわけではない、週花の火曜日、HKS のテストに、付き合わせていただきました。聞いてますか、HKS さん。付き合いました。聞いてますか。ということで谷口のぶちゃんでした。はい、